自分が亡くなっていることに気づいていない子供たちが集まってきてるのね。取り憑かれたりとかしてないですかね。近づいてきてる。寄ってきてない。こんにちは。ベノスディアス、おはようございます。ベノスタルです。こんにちは。ベノスノーチェス、こんばんは。エンカンタード、はじめまして。エンカンタダ、はじめまして。ロシエント。なんか動いてなかった。あそこの袋動いてなかった。俺が見た瞬間に動き止まったけど大丈夫だよ。よしなんか声聞こえない。なんか寄ってきてない。なんか鳴ってない。なんか寄ってきてない。声聞こえない。何をした？え？なんか落ちなかった今。落ちたよ。なんか寄ってきてない？聞こえない？笑い声聞こえない。なんか子供の笑い声聞こえない。これ近づいてきてる。ロシエント、違う。ロシエント。おはようございます。この島にね、来まして、4日が経ち、生活もね、だいぶ慣れてきましたので、皆さんに、僕の、人形島の朝のルーティーンを、紹介したいと思います。まずはね、トイレに向かいます。まあ、人形島はですね、電気も水道もね、通ってない島なので、当然ね、ボットン便所ですし、
トイレに便座はありません。続いて顔を洗います。実はね、この水がね、正直どこから補充されてるか、僕は、知らないのですが、まあ何ですかね、雨が降った翌日にはだいたい満タンになってますね。次が一番重要な作業、薪割りです。これはですね、ただ木を折ってね、薪を作るわけではありません。実はこれ、霊能力を上げるための修行なんです。この修行はですね、僕の師匠である島のオーナーから教わりました。彼が僕にくれたもので、魔除けの人形である樹海は一人で暮らしている僕のパートナーのようなものです。修行が終わると調理場へ先ほど割った薪を運び、朝食を食べます。まあ、火をつけてからですね、火力が出るまでにだいぶね、時間もかかりますので、先にね、準備をしておきます。今日の食材は取りたての魚を使った焼き魚定食を作る予定だったんですが、1時間ね、粘っても全く釣れなかったので、まあ釣り餌である、トルティーヤの粉を、食べたいと思います。うん、美味しい。ということでね、以上、これが人形島で暮らす僕のルーティーンでした。すいません。何をしているの？薪を割って霊能力を上げてるんだよ。 SOS マロ、それ本当意味ないわよ。え、てかこの方誰なんですか？私はエルシ、霊能力者よ。今回の支給人はメキシコを中心に活動する霊能力者エルシー。ガチメキシコの霊媒師っす。マジ？ちょうど自分も今薪を割って霊能力上げてたところなんですよ。そんなことしても全く意味がないわ。え、薪を割ると霊能力が上がって、全く意味ないわ。我々も薄々感じていたが、やはりこの薪割りはただの薪割りであり、何の意味もないただの筋トレだった。では行きましょう。見てほしい場所へ案内して。ああ、ぜひぜひ。しかしこの霊能力者のおかげで、西尾が今まで体験してきた心霊体験、さらにはこの呪われた島の真実が明らかになる。まずは西尾が最初に生活を始めた部屋へ。基本的にはここに住んでまして。たまに霊が訪れることがあるけど、ここは安全ね。さらに人形が落ちたことを聞いてみる西尾だったが、それは危険なことではないわ。子供の霊が少し遊んだだけよ。子供の霊？そう、昨日西尾はなんか悪い声聞こえない、なんか子供の笑い声聞こえない、子供の笑い声を聞いていた。さらにそれは過去に川辺で亡くなった少女の霊ともリンクする。予備知識なしでここまでズバリ言い当てるエルシーの驚異的な霊能力。するとエルシーが何かを感じる場所があると言い、その場所へ向かうと、そこはちょうどこの小屋なんですけど、昨日僕が泊まってた部屋で。そう、ここは様々な憶測を呼ぶ元オーナーの部屋。そしてエルシーは部屋に入るや否や、昨日この部屋で何かあった？昨日っすか？あ、ちょうど。すかさず西尾は昨日起きた飾っていたものが落ちたことを説明すると、それも子供のいたずらね。なんでかわからないけど、子供たちはこの部屋を気に入ってるみたいね。それはエルシーによると、先ほどの部屋同様、子供の霊が遊びに来ていたという。おそらく自分が亡くなっていることに気づいていない子供たちが集まってきてるのね。そしたらちょっと僕はここで泊まってたわけじゃないですか。取り憑かれたりとかしてないですかね？それは気にしなくていいわよ。子供たちはただいたずらが好きなだけよ。安全だったんだ。この後もエルシーは島を回り、そして一通り回り終えたところで、何かを感じた面持ちで西尾たちの元へ。やはりこの島には恐ろしい数の霊がいるわ。ほとんどが子供の霊ね。ただ邪悪なのを感じるのが数体いるわ。邪悪なもの？はっきりとはわからないが、この島から邪悪の気配を感じるというエルシー。ああ、そっか、悪い霊もいるのか。するとエルシーから、ずっと気になっていたんだけど、
どうしてあなたはいつもその人形を抱いてるの？あ、樹海ですか。西尾はこの人形をオーナーから魔除け用にもらった経緯を一通り説明すると、その子は魔除け用じゃないわ。逆にいろんなものを呼び寄せているように感じるわ。樹海がすか？この子がですか？その子はかなり強いエネルギーを持つ魂が宿っているわ。だからいいものも悪いものも全て呼び寄せてしまうのね。何してるの？今すぐ人形を拾いなさい。西尾が人形を捨てたことで初めて声を荒げたエルシー。でも霊が入ってるんですよね。で、霊を呼び寄せてるんですよね。あ、危なくないですか？でもその子を手放してしまうと全てあなたに降りかかってしまうわ。結局どうすればいいんですかこれ。いや、もう何笑ってんだお前。いやだ、要はそいつを捨てたら西尾さんは大変なことになるし、そいつを持ってる限りいろんな霊が寄ってきてしまうっていう、もう呪いの人形ですよ。え、なんでこうなっちゃったのこれ。いや、オーナーのせいでしょ。師匠？そう、全ての元凶はこいつ。悪霊から守ってくれる魔除けの人形として渡されたが、逆に霊を呼び寄せる呪いの人形だったのだ。これ どうすんのこれ。え、あ、そうだ、エルシーさんに預けるってどう。ほら、それは絶対に嫌。え、何しに来たんですか。最後にエルシーが実際に使っていたベルを支給品として受け取った。近くに霊がいるとベルが鳴り、その存在を教えてくれるらしいが。え、逆に来た時どうすればいいですか。何もできないわ。何しに来たんですか。こうして西尾と呪いの人形樹海の心霊生活が再スタートした。はい、おら。おら。島にはたまたま観光客を連れてきていた最初の支給人フェルナンドの姿が。すると、あっちにカヤックがあるから使っていいよ。カヤック？え？好きに使っていいぜ。いいんすかこれ。なんとカヤックをタダでゲット。ということで早速。うぜー、ほら、うわー、めっちゃ進む。よっしゃー、やっと船出だ。アディオス人形島。水上都市ソチミルコは観光客向けにバリエーション豊富な島々があり、クモの巣状に広がる水路を使って訪れることができる。出発してから20分、西はある島に目をつける。なんかめっちゃ船止まってる島なんだけど。お、危ない危ない、これ水草いっちゃう、水草いっちゃう、危ない危ない。と水草を避けようと方向転換すると、やばい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 、あ、西尾転覆。スタッフは急いで西尾の元へ。大丈夫か。あ、ちょっとだ、やばい、くそすぎる。何はともあれ一つ目の島に上陸した西尾は、もはやそこの住民かという風貌で服を乾かしていた。パンイチになった西尾はこの島に食べ物がないかを探すことに。ほら、これ何の店なんですかね。この店は食い物は売ってないけど、腹を空かしてるならあっちにサボテンがあるよ。え、あっちの方ですか。でも昨日来た東洋人が一生懸命取ってたから、残ってるかは分かんないけどね。え、なんすかそいつ。と教えてもらったサボテンが生えている場所へ向かうと、もうすごいサボテン。え、これガブって噛んだつもりか。いや、でも食えるのもないな。え？サボテンはタケノコ同様に歯が大きくなってしまうと食べることはできなくなるという。見事に全部取られてんな。なんだよ東洋人って。サボテンにはありつけなかったが、服が乾くまでの時間、この大きなリゾート島を練り歩くことに。すごい、これ何作ってんですか。週末に映画の上映会をやるんだ。だから今会場を作ってるのさ。すごい楽しそう。今日は彼の誕生日で家族でこの島に来たのよ。おめでとうございます。現地の人たちと交流し、サウナからのビール。心霊スポット生活中に束の間の休息を楽しんだところで、さらに船を漕ぎ進めると見覚えのある島にたどり着く。え？何この島。あの人形ある、人形。え？大量の人形が吊るされた島を発見。
船を止め早速島を探索することに。めちゃくちゃ人形島だな。すごいなこれ。おーちゃんと人形だもんね。するとコーディネーターの加瀬から、まあパクリなんだよね。え？パクリ、あの人形島っていうことで有名になって、はいはいはい、あこれビジネスになるんじゃんって言って結構いろんなところがパクったのよ。え？そう、この場所は西尾が生活している人形島の知名度にあやかり、本家同様多数の人形を飾っている偽人形島だったのだ。3年前らしいよって来たの。え？だから古く見せてるらしい。うわすごいな。そしてさらに先に進むと、うわそれがサンタラなんじゃない？サンタラっていうかその、うわちょっと待って、なんか糸出てんだけど。糸を伝った先には、は？加瀬さんじゃないですか。こういう仕掛けがあるんだよここは。とチープすぎる仕掛けも完備。うわこいつめちゃくちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。なんて言ってます西尾さん。本物の人形島の方に行きたかったらしいです。そしてこいつ、はー、どうぞ来い。と突如西尾の人形大喜利が始まり、はっ、生贄はこちらになります。足はカッパのなりすこないのカパビーでやんす。バックドゥザフューチャー。一本も獲得できずに終わった人形大喜利だったが、この小屋を出ようとしたその時、西尾さん、え、どうしたの？何これ、サボテンじゃないですか。いやこれサボテンなのこれ。西尾が求めていたサボテンを発見。あ、しか言われてみたらめっちゃ撮ってない。この人もうもらっちゃってんじゃないですか。いいのかな。スタッフがそそのかすと、じゃあもうこれワンサクいっちゃう。ちょっと見えないですか。もらえますか。ということで、おそらく取り立てほやほやであろうこのサボテンを、まるでメキシコで万引きする日本人のように島に持って帰ることに。はい、ということでね、料理の方をね、していきたいと思います。今回ね、船で出たおかげでね、サボテンの方もね入手できたんで。ということで盗んだサボテンを使った人形島クッキングがスタート。メキシコの名物であるトルティーヤを作ることに。ボウルを用意して、そこにトルティーヤの、ね、粉をねガーって入れろって言ってました、ね、よいしょ、よし、こんなもんか。水と粉をこうやって混ぜてね、さあ、さて、切って食えってね、通訳の加瀬さんが言ってたんですけどね。よし、OK、 よし、そしたらね、2枚目の方も完成しました。こうしてサボテントルティーヤが完成。いただきます。うん、気になるそのお味は。うん、結論、大失敗です。ちょ、食えたもんじゃないですね。まあ一応食べますけど、まあ大失敗だ。すると西尾は驚きの行動に出る。なんと食べかけのトルティーヤを隠し、と自ら編集点を作った後、明日こそはね、本物のトルティーヤを、ベラベラと締めを語り出した。よかったら教えてもらって、作っていきたいなと思います。ごちそうさまでした。ということで、会場の準備が、完了しました。元の拠点に戻ってきた西尾はある検証を始めようとしていた。それは、子供の霊の検証ということで、子供の霊がですね、楽しい空間を作ればね寄ってくる
はずだという話を霊媒師の方から聞きましたので、今回は呪われた人形樹海の力を使い子供の霊を呼び寄せる検証を行う。手前には子供が好きそうなお菓子を準備し、霊が寄ってきた場合その下にあるベルが鳴る仕組みに、さらに子供を呼び寄せる奥の手としてヒュッヒュッヒュッっていうやるね。いけ10万ボルト、いけピカチュウと西尾の一人漫談を開催。果たして子供の霊は現れるのか。日本にはね、富士山であったりとかね、まあお寿司であったり樹海っていうのがあるんだけど、私樹海、私樹海だよ。あ、そうだ、ここに果物のマンゴーもあったんだった。並べていくか。よし、ちょっと人形増やしてみようじゃないか。うん、大丈夫か、変なことしなかったか、気のせいか。なんかすごい情景深くないか。変だな、もう一回いくか。普通な、その怖くて人が寄りつかないような場所なんだよ、廃墟っていうのは。俺の話どうだった、面白かったか。絶対いるはずなんだよな。ということで、みんなどうだった今日の俺の話は。楽しかったか。子供の霊もな、なんか入ってきてくれたら面白かったんだけどな。あまりシャイな感じなのかな、ちょっとあんまその。とこうして無事に検証を終えたのだが、実はカメラには映ってはいけないものがはっきりと記録されていた。遡ること30分前。なんかすごい情景深くないか。変だな、もう一回いくか。普通な、その怖くて人が寄りつかないような場所なんだよ、廃墟っていうのは。お分かりいただけただろうか。画面右上の窓にご注目ください。なんかすごい情景深くないか。変だな、もう一回いくか。普通な、その怖くて人が寄りつかないような場所。西尾の部屋を覗き込む人の顔らしき影。なんだよ、昔は栄えて人がいっぱいいたけど、もう今は寂れてしまって誰もいないと。そんな中、その俺が住んでるってことでみんな集まってくれて、そこへその一日だけ。しばらくするとその影は消えていった。普通だったらそんなことなかったはずなんだけどさ。もちろんそのことを知らない西尾は深い眠りについていた。しかし、記憶ないですか。いや、そうですね、今ちょっと僕がびっくりしちゃってるんで。俺だよね、だって、昼の無遊病の刑も検証しようかなと思いまして。